このビデオでは、うつ伏せシャンチーのルールを紹介していきたいと思います。うつ伏せシャンチーは、中国語ではジェチーと呼ばれます。まずは、このような局面になっています。はじめの局面では、将と棋士だけが表の状態になり、元のシャンチーの駒の位置にあります。そして、他の駒はすべて裏側になっています。こちらに置いてある駒はすべて黒の駒の裏側になったものです。また、こちらの赤の駒はすべて赤の駒が裏になったものが置かれています。ジェチーでは、はじめこのような配置で駒が置かれていますが、裏になった駒は何の駒があるかわかりません。シャンチーを使ってジェチーをする場合、将と棋士だけ表にして、後の駒はできるだけよく混ぜます。そして何が置いてあるかわからない状態でこのように配置します。うつ伏せシャンチーでは、はじめこのように将と棋士だけ表になっています。他の駒は裏になっていますが、一手動かすことにより、この駒は表にひっくり返ります。はじめの一手目を動かすときは、シャンチーの駒と同じように動かします。そのため、この駒は頬の動きをして動かすことができ、この駒は馬と同じように動かすことができます。また、この駒は兵と同じように動かすことができますが、動かした後は表になります。表になった駒が車であれば、その駒は車としてこれからこのゲームで使われます。シャンチーでは、この川を士や象は越えることができません。しかし、うつ伏せシャンチーでは、士や象も川を渡り、相手の陣地に入ることができます。また、自分の駒を動かし、表になった駒が相手に取られた場合、自分にも取られた駒が何であったのかわかりますが、裏のまま相手に取られた場合、自分にはその駒が何の駒だったのかわかることができません。相手だけが取った駒が何だったのかを知っている状態になります。実際に一局ルールを確認しながら指してみたいと思います。それでは実際に指してみます。例えばこの駒は頬なので、頬と同じように動くことができるので、ここに行ってみます。象でした。これが兵だと、この3つに当たったりしてお得なのですが、象だと、どうでしょうかね。相手は、これが動いて、そっちでした。ちょっともう一個の方も、こっちに行ってみるか。いや、また、ルール的には、これを直接取ることもできます。ちょっと取ってみましょうか。相手には取った駒がわからないんですけれども、私にはわかりました。これで死でしたね。これが車とかだったら当たりなんですけれども、今は取った駒が死で、さらに、車が出た。相手が例えばここにあるのが士なので、士と士の交換だったらまあいいんですけれども、車が出たらちょっとこれは私損ですね。じゃあ次にこの兵を動いてみます。また象でした。今これとこれを取ることができますが、相手は取られたくないので動いたんですけれども、これ大当たりだと思います。ほうですね。じゃんなので、何か上がらなければいけないんですけれども、これやこれやこれやこれを。上がった、あとこれが下がる手もありますね。上がった時に、車とかだったら切ないので、こうします。でももしかしたら、この端にあるこれが車だったかもしれない。一つでした。よかった、取らなくて。なんか駒が前に出た方がいいかなと思うので、どうでしょう、これはついてみましょうか。これが兵だったらこの人得？得はないかな。下がればいいでしょ。車かもしれない。兵でした。兵は兵でした。下がりました。なんか駒がないと私何にも攻撃ができないので、ちょっと駒が出るというコンセプトで行ってみたいと思います。これはまあまあ当たりだと思うんですけれども、
どうでしょうね。この方、でもここ、例えば車がなくなれば取れますけど、車だと取れないですよね。相手はこれが動いて馬でした。ちょっとこの一曲運が悪すぎると思うんですけど、頑張ります。はい。兵は兵でした。これがなんか、車とか馬とかが出てくれないと、駒が今のところ全然ないですね。あ、ちなみにこの象はこことかに動くこともできます。チャンスされました。今度こそ何か上がらなければいけないんですけれども、どうしましょうね。あ、本当に死でした。なんかちょっと大変な局面になってきたと感じます。はい。馬が上がってみましょうか。何がいいかな。まあ、ルールの説明なので簡単に動かしていきたいと思います。ちょっとじゃあ馬上がってみて。車でした。やっといい駒が出てきました。どうしましょうね。今は私の裏になってる駒が取られたので、これですね。何が取られたか分かりません。まあ私のこの駒は一応車なので、こうやって取ることができます。馬でした。あ、これちょっとあれですね。やっと大きい駒が3個出て、よかったよかった。でも中方でここに車があるので、なんかあれですけどね。相手は処置が入りました。まあじゃあちょっと馬当たってるので、前へ行くということで。これがちょっと4とかだったらちょっと悲しい感じですけど、馬であってもなかなか悲しい現実であることに変わりはないということで。うん、どうしましょうね。この4いるですね。うん。でもこの馬が前に行ってみるとか、なんかでもこの、あれですね。多分早いですよ、さっきまで。まあでもまあいいや。ルールを知るという意味で適当に行ってみましょう。まあ、次一応こことかここでジャンがありますけど、多分相手の方が局面いいでしょうからね。一応今この方に当たっています。この馬はこれに当たっています。逃げました。うーん、これ逃げてこれチャンスってこれ取れるような気がするんですけど、取れないですかね。うん？取れないの？チャンスして取れる。チャンして取れる。わかんない。タッチャンしてみよう。取れないのかな。取れた。で、これを取ると。そうですね。うーん。まあ、ちょっとこの車が動きたいので、この象が動いてみましょうか。でも、といっても馬と車だけで攻撃があるかというと、あんまりある気はしないんですけれども。まあ、うん、そうしてみます。今のところ相手馬、車がオープンになっているので、馬、車ではちょっとあれですけどね。うん。象と車に当たっているということです。ちょっとあれですね。逃げるということで。こっちに来て、押してみます。一応この馬でこれは根がついているので。うん、相手何しますかね。あ、ちなみにこれ今、相手も人間です。人間と対局しています。ここは木、ここのジャンをすると、この方で取られるので、ジャンじゃないですね。この死のところに行くと。っていう手になります。まあ、多分こうして、ジャンして、下がって、ジャンしてると、シャチになっちゃうので、
こう上がったのか、コマが出たかったのか、そんな感じだと思います。馬と馬がつながっても、これシャンチーでもよくある連冠馬ですね、という割といい形です。あんまりあれですね、いい手もないで、まあ今この一つだったのでこれも守られていて取れないですし、なるほど、どうしましょうね。あんまりいい手が浮かばない。これ動いてみましょうか。これ動くとどうなるんだろう。動いたらこれでジャンがあるか。そっか。じゃあ先にこう上がってみます。あ、これは当たり？外れ？これどいたらこれみたいな。どうでしょうね。まあ、って言ってもなんか私の駒が不自由だ と思います。はい。相手は出てきましたが、次はこうやってジャンしたいようだ。ということで、先にジャンしよう。そしてこれを取って、どうですか？どうかどうかわかんないですけどね。ちょっとやってみる。やってみます。これで一応相手の馬は一個なくなったんですけど、なんかいい手あるかな。なんだなんだ。あ、車が動いてこれを狙ってるんですけれども、取られたら、そうだ、困っちゃった。困っちゃってますね。これ次、これ取られたら上がれない。そうか。ということで、わかんないな。これ下がっても馬で取れますしね。これ入る。はい、入る前に、まずこれを取ってから考えよう。なんだろう、これ。相手の取った駒はこれでした。それから、入って、これ取られたら下がる。これ車とかだったりするのかな？そっか。入る？わかんないから入ってみよう。ちなみに今、相手の取った駒はこれで、裏になってる駒はこれを取りました。相手のこれ何でしょうね。車かな。じゃんです。下がる。下がる。ということで。次、今度こうとかして取る。でも車ある。そっか。でも相手もあれですね。攻撃してるのに、今、馬と車。なんかもう一個ぐらいあったら相手も早いですね。私もなんかこの形はそんなになんかあれでしたけど、でも一応これを取ることできるんですかね。相手何してるかな。シャツです。これ上がった、これはこれを守った。これ車なのでこれを取るとこれで取られてしまうということですね。そうですね。なんか大きい駒が欲しいところなんですけど、この辺動いた方がいいのか悩ましいですね。これ動いてみる。新しい駒をオープンにしてみるか、これこの辺行ってみるとか。新しい駒をオープンにしてみましょう。馬でした。これ、とか車とかだったら早いんですけど、馬嬉しいですけど、ちょっと時間がかかりますね。これはやっぱりいりますか？
一応この馬では根はついてるんですけど、刺すと、そう。まあ私あんまり GH 詳しくないので、この価値観がちょっとよくわかんないんですけどね。前に行ってみましょう。馬に当たりました。毒ですね。置いてみよう。まあ自然な手がやってきました。大丈夫なのかな？わかんないけど、当たってるから前に行ってみようかな。それとも私も馬に当てる？私も馬に当ててみましょうか。当ててみよう。守りました。まあ自然ですね。とりあえずジャンですか。ジャンですね。ジャン、どうですか。ジャンしたらここに来る。ジャンして上がって、まあ、ちょっととりあえずこの馬を先にこうしてみようか。これ取ったらこれで交換なんですけど、こうやって大丈夫？生きてるのかな？はい、相手こうしました。次はこうして、こうする？こうしても車あるので。って感じですね。どうしようかな。この馬、とりあえず、どいてみますか。どいてみましょう。はい。次なんか車がどいて、狙ってる 感じですね。相手は入りました。まあ自然ですね。あんまよくわかんないですけど、前行ってみましょうか。こっちがいいかな。こっちにしよう。こうしてみます。たまにこれが死とかだったりして、なんか間違えちゃって、こう、ポコポコって取られちゃったりしてることがあるんですよね。GH あんまり慣れていないので、そんなことばっかりです。相手は何をしてるでしょうか。一応次こことか。じゃん。なんかこれよくあるんですよ。GH で C だったと思って上がると一つだったみたいな。これはこれで勝ちました。やったー。こんな感じです。GH のルール、どうでしょう？皆さん。こんな感じでした。はい。うつ伏せシャンチーのルールを説明した後に一曲指してみました。面白い遊びなので、お時間がある方はぜひ遊んでみてください。終わります。